さんとの待ち合わせはこの立派な建物。へえ、東ドイツ時代はビール工場だったんですか。はい、ウィン、会えて嬉しいわ。こんにちは、よろしくお願いします。ウィンです。リジーさんですね、はい、ベルリンにようこそ。リジーさん、さすがにあのスーツじゃないんですね。ねえ、やっぱりね。で、まずはツアーのガイドさんにご挨拶。こんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いします。で、ウィン、写真持ってきた？あ、持ってきました、持ってきました。ちょっと待ってくださいね。あ、ペアペア。はい、データにして持ってきましたよ。リジーさん、あの、僕の写真が入ってるんですけど、何に使うんですか、あれ。もう少し後で。お楽しみ。あれあれ、引っ張りますね、リジーさん。ツアーで使う自転車はマウンテンタイプやスポーツタイプなど、いろいろ好きなのを選んでいいんだって。さて出発。ガイドさんを先頭にウィン君、リジーさん、そして今回一緒にツアーに参加したお二人です。残されている2つの壁を目指します。いいね、綺麗だな景色。なんかヨーロッパってちょっと暗いイメージあったんですけどね、うん、いい天気だとすごいおしゃれ、街が。ほんとね。で、ここが最初のポイント、ベルリンの壁資料館。ここの壁はもちろん本物だよ。これは西側の壁で、向こうには東の壁があったんだ。監視塔もそこら中にあってね、銃を持った国境警備隊が見張っていたんだ。僕が15歳の時、壁が崩壊したんだ。東の政治家が突然発表してね、その時の喜びは言葉にできないな。そうか、この壁は明るい未来が開けた象徴でもあるんですね。さて、もう一つのポイントは。お、ハロー、かわいい、ちっちゃい、超笑ってる。マウアパーク、壁公園っていう意味らしいんですけど。すげえすげえすげえ。肝心の壁は坂の上。オーマイガーッ。頑張れウィン君。あー、やっと着いた。こちらも本物のベルリンの壁らしいんですけど、ペイントしちゃってる。大丈夫なんですかね。ここは特別に許されてるのさ。ところで、グラフィックっていうのは単なる落書きじゃない。平和への願いを込めているんだよ。今日はみんなにもそれを経験してほしい。俺、下手。ああ、そういうことか。とは言っても絵は結構難しいからね。だからこれを作ったんだ。あ、写真をステンシルに。お楽しみってこれか。なるほどね、これで俺の写真がこうなったわけだ。すげえ。こうやってやるのかな。確かに壁に絵を描くのは難しいからね。え、これなら簡単にできそうよね。じゃあ、 I help you help. OK、 こんぐらいかな。 All right. ああ、真っ赤だけど。ああ、not so much. Yep. お、できたんじゃないこれ。うわー、すげー。俺、絵めっちゃ下手なんですよ。これだったら多分誰でも描けますね。あ、まだあるの。あれあれ、村井さんがドラキュラになりました。あれあれ、私じゃないの。ちょっと唇変じゃない、これ。やだ。まあでもね、平和への願いですから許しちゃいますよ。いや、いいな、嬉しい。ベルリンの壁ツアー、貴重な体験ができました。楽しかったしね。